こんばんは。とうとうこの日がやってまいりましたね。いやー、なんか1ヶ月早いわね、本当。あと私が一番嫌いな曜日でもあります、金曜日ね。週末は嫌いです。あ、こんばんは、ひどんなです。こんばんは皆さんね。嫌いな日がやってきたわね、本当。大嫌いです、本当。金曜日と土曜日はね、特に。ね、本当、握手活ありがとうございますね。ね、あの音大丈夫？音大丈夫？ BGM 大丈夫？あ、バットありがとうございます。大丈夫？ BGM は問題ないですか？大丈夫、大丈夫、大丈夫。握手活ありがとうございます。大丈夫ね。何、金のお茶爆？いや、私いつも言ってるよ、嫌いだわみたいな。週末嫌いだわって言ってるよ。あ、そうそう、金のお茶爆もあるのか今日。いやーね、ほんとツイキャスのね、どのぐらいかそるのかよね、ほんとふわっちがね。どうせみんなツイキャス見に行くんでしょ、アホみたいに。ね、握手活ありがとうございます。あっち行くでしょ、これこれさんとかやるし、石川さんもやるし、奈々ちゃんもやるしね、藤見ちゃんもやるだろうし、みんな多分向こうでお茶爆やるだろうからね。あ、こんばんは。いいわよ、気使わなくて。いいいいいい、別にそんな。いいわよ、別に気使わなくて。あっち行けばいいじゃないの。ね、いいわよ、私2番手だからいつも。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。で、終わったら帰ってくるんでしょ、こんばんは、みたいな。ね、でしょ、どうせ。終わったらこっち来るんでしょ、どうせ。また、ひょろーっと。私知ってんだからね、ひょろーっとね、終わってまた帰ってくるの。私大体見てわかるね。ああ、終わってきたんだな、みたいな。あっち終わってきたんだな、みたいな。いや、挨拶しても無視するから、私。無視。そうそう、ふん、みたいな。何みたいな。いたのみたいな。ね。ありがとうございます。WGP ありがとうございます。いたのみたいな。ああ、いたんだ、みたいな。そう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 。ね。金のお茶箱つまらない？そう？つまらない？皆さん。あばってありがとうございます。あれよ、だって。ねえ。あ、串カツありがとうございます。あ、見てるの見てるんだ、向こう。あ、そう。でも楽しくない？なんかこう、ルーレットみたいなやつで、ほら。わかる？楽しくない？あれ。あ、どっちが勝つのかしら？みたいな。ねえ。あ、串カツありがとうございます。ありがとうございます。あ、つまんないんだ。あ、そう。あっち？あ、そう。もう飽きた？飽きるの早いわね。飽きるの早いわね。あ、串カツありがとうございます。あ、見たことないの。あ、そう。ね。こんばんは。始まりました。皆さん。ね。こんばんは。今日はね、10時半ぐらいにはスタートしますよ。ね。なので10時半までにもお化粧もして、後ろのなんかバッグもちゃんとしっかり仕上げた状態でしないといけません。あ、萌えちゃんありがとうございます。WGP ありがとうございます。金箔自体何、意味不明？お金の中でね、ほんと。お金がたくさん降る日よ。ね、金箔よ。そうそう。何を言ってるの、ほんと。文字の通りよ。あ、匿名さん2個ありがとうございます。いいじゃないの。ねえ。お金が飛ぶ日よ。ねえ、お金のイベントだよ。そうそう、そうよ。なと思ったのよ、ほんと。ねえ。お金の日よ。そうそう。ねえ。アメガホありがとうございます。あ、串カツありがとうございます。ありがとうございます。私さっきね、パニちゃんにね、アイテムね、投げてきたのよ。そしたら、パニちゃんがね、あら、どやさどやさとかって言うのよ。匿名よ？ねえ、匿名でね、投げたのよ、私は。ねえ、どやさどやさみたいな。またそうやって言ってね、バラすでしょ、あの人。ねえ、そう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 。ね、ニヤニヤしてるわけよ、ほんと。ねえ。なんなんだあの人一体。あ、たかこちゃんありがとうございます。こんばんは。
バッタよくねえわ、ほんと。ほんとよ。あ、バッタありがとうございますね。いいのよ、ほんと。誤爆したくせに。ほんとよ。誤爆ババア。ほんと。そうそうそう。ね、握手活ありがとうございます。言い続けるわよ、ほんと。ね、半永久的に。あ、バッタありがとうございます。ありがとうございます。いい人キャンペーン。何がいい人キャンペーンなの？握手活ありがとうございます。こんばんは。バッタありがとうございます。ありがとうございます。ずっと昔、私はずっと昔のことをずっと覚えてる人間なんだよ。粘着質とも言うんだけどね、ほんと。そうそう。ずっと忘れないんだよ、ほんと。握手活ありがとうございます。例えば喧嘩するでしょ？相手と。そしたら過去のことを全部引きずりながら、こう、あなたはこうだったでしょ？こうだったでしょ？そしてこうで、こうで、こうで今でしょ？っていう風な形で、こう、時系列でこう話をしてって、持っていくっていう風なね、すごいめんどくさい人間なのよ。私はね、よろしく。WGP ありがとうございます。そうなの。私はそういうね、人間なのよ。ね。だめんどくさいに。ね。あ、バッタありがとうございます。串カツありがとうございます。喉がすごい痛い。風邪かしら。ね。なんかね、もう、咳するし、痰がすっごい出てくるのよ、口から。ウェーみたいな。どうしましょう、これ、皆さんも困ったわね、本当もう、ちょっと。なんかいい方法ないかしら、本当ね。あ、串カツありがとうございます。あら、ユンケルがあったわ、ユンケル。ね、もらったやつ。これ飲もうかしら、ユンケル、滋養競争。ね。これね、もらったもんね。ほんと。そう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 。あ、バッタありがとうございます。そう。こういう時こそ、わかる？こう、ユンケルをね、飲むのもらったやつを。ね。ここでね。そう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 。ちょっと。いただきます。高いのよね、ユンケルってね、ほんと。ユンケル嬉しいわ。てか、ユンケル嬉しいよね。いや、ほんと。ねえ。いや、あんま買わない。いや、買いたいけど、高いでしょ？ 1000 円とかするもんだって。一番高いやつとかでもね。ほんと。ねえ。嬉しいかも。もらうと。そう。勇気いるよね。買うの。そうそう。ユンケルスターでしょ？知ってる？知ってる？ 3000 円とかね。いや、高いの3000円ぐらいする。ユンケルスターって言ってね。そうそう。金のやつなんだけど、あれは3000円ぐらいするのよ。1本3000円よ、皆さん。1本3000円。ね。そうよ。ああいうのをもらったら嬉しいよね。あらーって言って。ね。あ、こんばんは。バッタありがとうございます。ありがとうございます。美味しいのって、何が？自分で買いなさいよ。自分で買って飲んでみなさいよ。どんな風に美味しいのか。いや、美味しくない、美味しいわけないでしょ、ほんと。ね、だってこういうの栄養ドリンクなんだから、ね、中身の成分だって、ね、全然だってあれよ、あなた、こういうね、なんていうの、ね、薬草みたいなんでしょ、違うの、なんか。ね、そんな美味しくないね。そう、療薬口になんか逃がしよ。そう、生薬ばっかりのやつよ。ほんな美味しいわけないでしょ、ほんと。あなた。あ、バッタありがとうございます。ね、そんなの。あ、バッタありがとうございます。飲んで試したいの？あ、そう？自分で買ってくださいね。よかったらね、皆さんね。ね、どんな味するのか。疲れてる時に、疲れてるわ、私も皆さん今日。スイカ割り終わったのだって、あ、スイカ爆弾終わったのだって、朝の5時よ、皆さん。ねえ、もうほんと、わかる？そうそう、そっからまたね。あ、そうよ、だって皆さん昨日5時半ぐらいまで続いたよね。そういえばそうよ、5時半ぐらいまで配信やってさ、終わってお家帰ってね、もうすぐ寝たわよ。で11時ぐらいに起きてね、でまた皆さん、私はダンススクール、ダンススタジオに行ってね、12時からずっとね、5時まで5時間ずっと踊りっぱなしよ。わかる？踊ってね、踊って踊ってみたいな。
練習して踊って練習してみたいなで帰ってきて、わかる、買い出ししてね、スーパーで買い出ししてお家帰ってきて、わかる、動画編集やるじゃない、またダンスの動画編集やって衣装も準備して、わかる、それで8時に終わってね、準備が全部終わって、はあみたいな、わかる、30分でもうすぐ始まるわみたいな、わかる、今日の一日よ皆さん。で明日からまたお昼から舞台の練習があるのよ皆さん。もうやだー、ほんと舞台がね、また私出るのよ舞台、うん、あの人魚の舞台、ほら前やったでしょ、あれ春ぐらいにやったじゃないの、あれ、うん、あれをまたするのよ、ほんと皆さん、そう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 、うん、しかも台本をねゴロッと変えて、台本またゴロッと変えるんだって、やだー、ほんと中身の台本をまたゴロッと変えてのまたね、リリースみたいな、うん、そう変わるのよ、ほんと。あ、串カツありがとうございます、ありがとうございます。そうなのよ、人魚が3人だったのに今度5人だって、5人みたいな、人魚増えるんですかみたいな、おーね、5人に増えてみたいな、みたいな、何それみたいな、増量したんですかみたいな、そうそうそうね、いや再演じゃないのよ、またなんか台本また同じかなと思ったら違ったりとかして、あ、WGP ありがとうございますね、そうそう、増量キャンペーンみたいな、おーね、で人数がね増えたし、中身のね台本も変わったから、明日からまた皆さん、また舞台がね、また皆さんあるのよーんとね、しかも来月舞台だから皆さんもう大変ね、お誕生日が終わったと思ったら皆さん次は舞台へとね、そうそう、で舞台が終わったら音フェスがありますね、皆さん、音フェスが夏には音フェスだっけ、8月だっけ、音フェスってね、音フェスの練習もあるよね、もうすぐ、そうそう、うわー大変で、音フェスが終わったら、音フェスが終わったら次大阪かな、あ、かよかよちゃんありがとうございます、大阪もあるよね、大阪、そうそう、大阪のね皆さんリアトツオフ会もあるし、大変よ皆さん、もう夏は大変、いいねありがとうございます、串カツありがとうございますね、結構あるでしょ、うん、ね、そう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 ね、うん、今日どうした、うるせんなよ、ほんとね、ね、いやみばば、ほんとクソばば、ほんとよ、うん、何が痛いよ、ほんと、うん、痛いと思ってないでしょ、ほんと、うん、ね、いてててってじゃないのよ、ほんと、うん、いるわそういうばば、ちょっとなんか当たったぐらいでさ、痛い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 、ねえ、舞台図どこでやるの、あ、またちょっとツイートしますね、うん、ねえ、ツイートするね、うん、そう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 、うん、見に行けるかなって、あ、見に行けますよ、無料なんで、また、うん、あ、串カツありがとうございます、無料だから、ねえねえ、好きでしょ無料、皆さんね、ねえ、うん、あ、串カツありがとうございます、無料だから皆さんね、無料の好きな皆さんぜひねお越しくださいませ。ねえ、あ、バットありがとうございます。ようこそいらっしゃいます。うん、ねえ、そうそう。なんか昨日さ、クラウン君がさ、まゆちゃんに脅迫されていましたっていう風に言ってたのよ。ね、皆さん。あ、月曜日から1ヶ月入院するの。あら、そうなの。まあ。1ヶ月も入院するの？何するの1ヶ月も入院してって、どっか体悪いの？うん、あ、こんばんは。あ、デートなしになったの？そうなの？デートなくなっちゃったの？なぜ？うん。
え、なんでなんで、え、キャリーちゃんと、なんかね、キャリーちゃんとクラーン君がねデートするっていう風なことにね、なんか なっていたのよ。そうそう、ただなんかまゆちゃんがなんていうの、その結局コラボするのはいいんだけど、閲覧ね、なんていうの、こう増やせるっていうか沸かせられるのみたいな、うん、それで結局コラボしてもね、結局沸かすことができなかったらあなた承知しないわよっていうふうにまゆちゃんがなんか言ったんだって。おお、ね、でなんかそれで脅迫されたっていうふうになんかクラウン君が言ってて、うん、握手活ありがとうございますじゃなかったっけ、うん、ね、アバットありがとうございます、そうだよね、うん、あ、なくなっちゃったんだ結局、あ、何、もうやりませんってことで、あ、そうなんだ、へえ、アバットありがとうございます、やめたんだ、うん、あ、いいね、ありがとうございますね、結局怖い、うーん、怖い、そうだね、うん、握手活ありがとうございます、怖いっていうか、うーん、そのなんていうの、別に沸かせるっていうつもりじゃなかったんじゃない、クラウン君からすると普通に、だから一緒にコラボっていうか、普通になんか向こうからキャリーちゃんから、キャリーちゃんがすごいクラウン君好きだからね、ぜひよかったらコラボしてくださいって言われてて、あ、じゃあいいよデートぐらいなら別に全然構わないよっていう風な、なんかちょっと軽い気持ちだと思ったら全然違ったってことよ、だから、うん、ね、だってクラウン君の配信見たことある皆さん、結構普通な、もうあれだよね、まったりした感じだって、別になんかこう沸かせようっていう風な放送でもなんでもないもん、うん、全然スタンスが違いすぎる、わかる、全然違うもんスタンスねえ、スタンスを見て言ってんのって感じ、クラウン君の放送見て、そういう本当ねえ、すっごいまったりよ本当に、うん、ねえ、でしょ、うん、自分のことちゃんと知っててくれて、それでなおかつまあそのデートね、普通にデートしてほしいっていう風な、なんか軽い感じだと思ったら全然違ったってことよ、うん、ね、沸かせることできるんでしょうねみたいな、あなたみたいな、うん、でしょ、結局、コラボするのはいいけどさみたいな、沸かせることできなかったらどうなるか分かってんのかやみたいなっていう風な言われたら、え、あーみたいなさ、じゃあちょっとやめときますっていう風に多分なると思うよきっとね、思わない、やめようかなと思わない、だって結局そういう風に言うんだったら、え、じゃあいいですみたいな、うん、ね、うん、だってキャリーちゃんからお願いしますっていう風に言われてるのに、え、何その、何結局その、元の根本的なものっていうのは閲覧なのみたいな、結局沸かせるための何あれみたいな、うん、ね、ものだったのみたいな、え、じゃあいいやっていう風にはなるよね結局そうそうあ、バットありがとうございます、あ、串カツありがとうございます、ありがとう、漁師さんありがとうございます、いや、まえちゃん全然別にそんなあれでしょ、キャリーちゃんのことを思って言ってくれたんじゃないの、ちょっと沸かしたろうっていう風に思ったんじゃないきっと、うん、リノくんママちゃんありがとうございます、あ、風船ありがとうございます、いや、わからないけどね、うん、そう話題にしてね盛り上げてあげようかなっていう風に思ったんだけど、まあちょっとクラン君のこと私は知ってるけど、クラン君はぶっちゃけ沸かせませんね、クラン君は沸かせません結局、うん、ね、無理です、うん、そういう人間じゃないからクラン君は、うん、そういうなんかこう台本じゃないけど、そういう風な、わかる、ネタっていうの無理、そんなの、うん、握手活ありがとうございます、そうそう、素のままだから、うん、ね、あ、何そういう風な台本っていうか、何そういう風な沸かせるっていうことは自分には無理だし、じゃあいいやみたいな、うん、ね、そう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 でしょ結局、うん、ね、
やりたくないわみたいな、ね、でしょ。あのね、ガツガツしてるね女性って結構ね男性引くのよ。うん、私も男じゃない、一応。ダブル GP ありがとうございます。海ちゃんありがとう。あのね、ガツガツしてくる女ってね、ちょっとね、ちょっと引くのよ、なんか。うん、男ってね意外に弱いのよ皆さん。男って、うん、迫ってくる女ちょっと怖いのよ。そうそう、本当ガツガツしい女っていうのね、あんまり。うん、串カツありがとうございます。そう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 、ねえ、そうじゃない男性の皆さん。ちょっとね、少しね控えめな謙虚ぐらいの方がいいのよ。あ、応援団長さんありがとうございます。そう、男はね狩るんだよ、男は狩りたいの。あ、 KP ありがとうございます。そうそう、どちらかって言ったら、攻められたらちょっと逃げちゃうんだよ男の人って。気になっちゃって自分から追いたいっていう風なタイプ結構。ね、あ、串カツありがとうございます。バッタありがとうございます。ねえ、ほんと、あ、そうなんだ。ねえ、終わっちゃったんだねデートね。WGP ありがとうございます。カホちゃんありがとう。何、男に合わせたくないの、何が、何、合わせるって何を合わせるの。アバットありがとうございます。何がよ。ねえ、そう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 、アバットありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいんじゃない、別に合わせなくて。ね、合わせなくていいんじゃない。そう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 、ね、やっぱね、女、全ての男性ではないけど、やっぱちょっと控えめでね、ちょっとおとなしめでさ、ちょっとわかる。ちょっとこうけなげな感じの女性が結構好きなんじゃないの、華奢で。僕が いないと彼女ダメになっちゃうかもしれないっていう風な女性が好きなんじゃない、きっと。わかる？いるじゃんそういう人、ちょっと。ね、か弱い感じの子が好きなんじゃないの、ほんと。私みたいな、私はね結構ね、ひーちゃんは一人でもやっていけるよねっていう風に結構言われるタイプなのよ私って。ひーちゃんは大丈夫だよみたいな、一人でやっていけるよみたいな。そうそうそう、ねえ、そうでしょ。気の強い子持ってないって、あ、ズバズバ何言う女性ってこと。ズバズバ言う女性、女性って結構子供産むと変わるっていうね。そう言わない、子供産んだら結構女性ってこう変身するよね。あ、こんばんは。そう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 、ねえ、あ、バットありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、強くなるよね結構。いや、でもどうなんだろう、長く続く夫婦の奥さんって気の強い人が多い。気の強い、そうね、まあ、気の強いっていうものはあるけど、立ててるところはあるんじゃない。ね、そうそうそう、男性のプライドを踏みにじる人いるじゃん、あの女性でいると思うけど、そういう人は多分きっと終わるだろうね関係は、きっと。どう、あ、串カツありがとうございます。ありがとうございます。いや、私の結婚ね、あ、 WGP ありがとうございます。何古臭いって、あ、そういうものがってこと、そんなプライドなんて踏み潰してやれってこと。あなたみたいな人間は多分一生多分独身で、多分誰もお付き合いもなく、多分ね、まあ醜い顔立ちなんだなって思いますねきっと。今すごい伝わってきた、くっさいのがふわーみたいな黒いなんか煙が私のところに今ね舞ってきた、ブヤーっつって、なんか今ふわ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 みたいな。ね、あ、ひろやちゃんありがとうございます。そうそう、ね、あなたは独身、永遠に永久にね、改心しなさい。あ、いいね、ありがとうございます。串カツありがとうございます。お前が何、お前って言われたらさ、消しますよ今すぐ、こっからあなたを追放できるの、指一本で。
指で殺せるの、うん、あなたなんて普通に、うん、お前は禁止です、うちのところでは、うん、ね、いやこういうさ、わかる？人に対してお前とかっていう風な時点でお里が知れてるわよね、皆さん思わない？うん、ね、じゃない？皆さん、ほんと、しょうもない人間よね、思わない？普通言わないもんね、お前なんて使わないもん、そんなこと。やだやだ、ほんと。やだねったらやだね。やだねったらやだねよ。気をつけなさい、言葉遣いに、ほんと。あなた、うん、そう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 、うん、普段から出てるよ、そういうのが。うん、気をつけなさい。うん、そうそう、出てるんじゃないの、普段から。あなたのそういう風な、口の悪さが際立って、うん、だからモテないのよ。うん、ね、あ、バッタありがとうございます。私なんて本気出したらもうすぐよ、本当。寄ってくるみんな、ビヤーっつって。私モテるのよ。うん。ね、私モテるのよ。うん。そう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 。うん、ね、そうよ皆さん。うん、飴とムチを使い分けれるんだよ、ちゃんと。私、今まで付き合った彼氏はね。ほんで、私は気が強いわよ。やっぱりね、気が強い女性よ。うん。でも、やっぱ彼氏とかには、あ、仕事よく今日頑張ってきたわね、とかね。うん、偉いわね、って言って、よし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 っていう風にやりながらも、またわかるの？ムチを与えてね、飴を与えて、よしよししてあげて、またムチでビシビシ叩いて、また飴をあげるっていう風なやり方で、相手を手なずけてね、わかるの？そうそう、長く長くお付き合いをね、私はしてきた経験があるの。うん。あ、ひろやちゃんありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン。どやっさどやっさ。どやっさ、ありがとうございます。そうそう、ね。多分気の強い奥さんがいるわよねっていう風な話だと思うんだけど、そういう奥さんほど結構ね、旦那立ててるって皆さんね、うん、いやほんとほんと旦那は多分立ててると思うよ、きっと。うんね、そのバランスよく分かる、そういう風に上手に、うん、だと思いますよ私は。うん、見ててね、いつって何がいつなの。うん、あ、バッとありがとうございます。できるのってこと？私の彼氏、あ、私が彼氏できるかってこと話。私彼氏できるっていうか私ほらアイドルなんで恋愛禁止、うん、ね、恋愛禁止なの。そうそうね、私今ねちょっと、うん、ね、無敵の笑顔がラスベリア、しいてこの秘密ミステリアスよね、抜けてるとこさえ彼女のエリアよ、うん、そうそう、完璧な君のなんとかなんとかなんとさまよっつってな、そうよ。あ、そうよ。うん、ね。あ、バッタありがとうございます。そうそう。うん？ 7 月から2期が始まるって何よ。何2期って。そうそうそう。あ、串カツありがとうございます。ね。あ、何、あと私、あと、さっきね。あ、もうこういう風な鳩はもう消しますね、ほんと。すいません。まあ、鳩は消します。うん。悪いけどね。バッタありがとうございます。今日はもう鳩禁止。うん。ね。あ、串カツありがとうございます。私さっきね、まゆちゃんの配信見てたら、マネージャーかなんかがね、マネージャーオーディションみたいなね、やってて、ね、マネージャーいたんだけどさ、いや、マネージャーってやっぱ、いるよね。やっぱ配信者ってね。うん。でもマネージャーに何をさせるのかなって感じよね。ほんと、うちのところのマネージャーは、ももこなんだけど、皆さん。ももこはね、基本的に仕事を取ってくるのよ。そうそう。仕事を取ってきて、まあ言ったら、結構でっかいの持ってくるの、仕事。うん、ね。そうそうそう。お仕事を持ってくる感じなのよ。だ結構ね、配信者のマネージャーを結構なんか見てるとさ、結構なんか雑務よね。お買い物とか物運んだり、なんかそういう系をね、お洗濯したりお掃除したりみたいな。じゃあ家政婦でよくねって感じよね。じゃあじゃあ見てたんだけど、そうそうそう、マネージャーってでもそういう風なもんじゃない、雑務も含まれてんのかマネージャーって。うーん、結局ね。
あ、そうそう、仕事持ってくるから、ももぴーはね。そう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 。ねえ。どう？どうでもいい？ねえ。まあ、どうでもいいならどうでもいいんだけど。そうそうそう。あ、雑務の付き人さんも。ああ、まあ、部屋のお掃除とかそういうふうなことってこと？ああ、そう。あ、こんばんは。運転手。あ、運転手ね。はいはいはい。運転手か。でもさ、あの、浜崎あゆみとかすごくない？浜崎あゆみとか。だって、あゆってさ、あれじゃん。マネージャー何人いるのよ。で、何だっけ？お抱えの運転手がいて、ペットを何こう、あれでしょ、世話する人もいて、いるんだよね。なんかいっぱいいるのよ。あの、あゆの周りには。だよね、確かね。で、なんちゅうの、家政婦さんもいて、で、なんて、家政婦さんも何人かいるのかな？確か、たくさんいるんだよ、家政婦さんも。あと、ヘアメイクの人もいるし、あと、マッサージもいるんだって。で、ボディーガードもいて、みたいな。そう、どんだけよ、なんか、知ってる、テレビかなんかの取材、テレビかなんかの収録の番組かなんかで、なんかすごかったのよ、いっぱい周りが。そう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 。おでも、すごいたくさん行ってみたいな、本当。集合写真みたいな感じだったよ、皆さん。本当。集合写真。なんか、20人ぐらいいて、お抱えさんみたいな人が、周りにビヤーって。そうそう。すげえわと思って、本当に。そんないっぱい。金持ってるよね、思わない？お金。でしょ？ねえ。そうよ、だって。あ、串カツありがとうございます。すごい、スケールが違うね、スケールが。本当。そうでしょ？ねえ。あ、子供も、あ、子供のベビーシッターも多分絶対いるだろうね。ねえ、ベビーシッターとかね。そう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 。でしょ？いや、いると思うよ、ベビーシッターもね。お金すごいと思うよ、絶対。だって皆さん。ねえ、カラオケでずっと歌われてんじゃんね、ほんと。だってロードのさ、いたじゃん、あの歌ってる人。なんでもないようなことがあの人。だってあの人、いまだになんか印税すごい入ってくるらしいよ。1年間で1曲だけで300万とかだって入ってくるって、聞いたことあるのよ。1曲300万ってことは、ね、皆さん、あゆとか宇多田ヒカルとかってさ、すっごい曲持ってんじゃん。もうマジ、たくさん持ってんじゃん。ミリオンヒット。ねえ。じゃあどのぐらい入ってきてんのみたいな、じゃあみんな。ねえ。そう、1曲ヒットしたら、もう、食ってけるよね。ひーちゃん、あるわけねえだろうがよ、ほんと。ねえ。入ってねえわ、ほんと。あ、こんばんは。いいよね、ほんと。ミスチルもやばい？そうそう、あの人たちはね、時代が良かったのよね。時代が。今の時代ってさ、歌売れないからね、皆さん。歌出したところで売れないのよ、歌が。わかる？シングルがね、皆さん、その昔私たちの時代ってさ、売れたじゃん、すっごいクソみたいに売れたじゃん、シングルがもう100万枚、200万枚とか、もう300万枚とかいったでしょ、当時。あの時代が良かったんだよね、ほんと。あの時代でデビューした人はもう、あれだよね、今も多分、食っていけると思うよ、きっと。ねえ。あ、串カツありがとうございます。そうそうそう、ミリオン。あれが良かったのよね。CD の長細い、なんかあれ9センチかなんかのすっごい細い CD のさ、やつを。カラオケのやつ。あれカラオケとかも入ったもんね。カラオケ。カラオケって練習するのよ、あれ。わかる？皆さん、あれね、CD ね。カラオケ、歌詞カード見ながらカラオケするのよ。あれの方が歌覚えれるよね、全然普通に。だって今さ、デジタルだけどさ、ないもん。カラオケどこにあるのよ、皆さん、ほんと。そうそうそう。ねえ、カラオケもつけて、ほんと。そうそう。でしょ？いや、カラオケないし、歌詞もないからさ、覚えられないよね、皆さん。あれ、どうやって覚えてんの、歌。すごいね、みんなね、ほんと。そうそうそう。あれ、どうやって覚えればいいのかなって、私、いつも思うのよ、ほんと。文字でやっぱ見ながら、やっぱこう、練習するでしょ？皆さん。ねえ。そうそう、歌詞見たいよね、ほんと。あ、みんな YouTube で歌ってるんだ。あ、見て。あー、なるほどね。あ、こんばんは。ひーちゃんもすごい。何がすごいのよ。全然すごくないわ、私なんて。ねえ。どこと比較してすごいわねっていう風に言ってるのよ、ほんと。
そう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 。ねえ、うん、いいわね、本当。握手活ありがとうございます。うん。うん、次の CD いつですかって、いや未定です。うん、アバッタありがとうございます。そうそうそう、うんね、未定です。うん、握手活ありがとうございます。バッタありがとうございます。ありがとうございます、皆さんね、無料ください。ちょっともう私そろそろメイクしないともう間に合わなくなっちゃうね。10時半からあのショーがね、皆さん始まっちゃうから、あねえ、うん、何、歌詞もすごくいいのに、あの私の歌ってこと、あいいわよ、私の歌は別にどうでもいいわよ。うん、ねえ、いいいい、もう私はいいのよ、あの低空飛行で、うん、低空飛行でいい。もう普通にあの みんなが上の方に上がってるところで、私下の方で手振ってるわ。うん、頑張ってみたいな、わかる？うん、ね、みんな私をね踏み倒していくのよ。うん、中村くんもそうだしね、パニちゃんもそうね、ツルピーもベトナムへ行って帰ってきたけど、ベトナム行ってきたね、パニちゃんダブル GP 私を抜いて上の方にいるね、もうそ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 うね、中村なんてもう、あの去年だったらお誕生日だったのにさ、お誕生日去年ね、お誕生日の時は、おめでとう、おめでとう、ひーちゃんとかっていう風だったのに、今年なんてもうおめでとうも一言もないもんだって。もう、これよ、これ。これ。ね。もう、え？うん、これ。そうね。私を踏み倒して、ね。もう、わかる皆さん。うん、ね。私を踏み倒していったのよ、結局。偉くなったわね、ほんと。ね。一人で偉くなったのね、ほんと。うん、そう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 。うん、悔しかったら早くメイクしろ。あ、消しますよ、ほんと。うん、いらないんで今日、そういう人は。クラックありがとうございます。うん、ね、消してあげるね。うん、ね、うん、わかったわかった。消してあげるから今ね。待ちなさい。うん、そう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 。ね、悪い子よ、あなた。ほんと。うん消したらチキン、はーい、チキンで結構です。はい、終わりです。最後なんかある、言いたいことない、特に。うんね、チキンで大丈夫、全然。うん、関係ないから。あ、 WGP ありがとうございます。チキンでもいいよ、なんでも。うん、そうそうそう、うん、鳥ってこと、私が。うん、そう、鳥って言ってもらって嬉しいけど、でもあのちょっとダメよ。うん、ダメ。うん、ごめんなさいって謝りなさい。うん、ごめんなさいって謝りなさい。あ、 WGP ありがとうございます。あなたの頭に銃口はもうあれだよ、あんたもう刺さってんのよ、ほんと今ここに。謝りなさい、早く。 GO 解かないよ、当分。うん、解きませんよ。そうそうそうね、うん、無駄よ。うん、そう、無駄よ、もう、もう無駄よ。バッタありがとうございます。まあ頑張ってね、これからも他のところで頑張ってね。ね、うん、必要がない人間ってこと、つまりあなたはクビってことよ。うんね、クビ、そうそうそう、うん、よ捨て人っていう風な称号を得たわけよ、ここで。クビ、うん、ね、買った？本当。そう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 。ね。首よ。そう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 。ね。さ、お化粧しようかしら。うん。ね。黙ったわね。あ、WGP ありがとうございます。ありがとうございます。あら、ありがとう。ありがとうございます。じゃあお化粧していこうかしら。皆さん。ね。ね、私の大嫌いな金曜日です。ね、明日も大嫌いです。土曜日なんでね。土曜日も大嫌いです。うん、ね、土曜日も嫌いです。うん、ね、ああ、ね、本当に。今日どんなメイク？って、普通のメイクよ。普通の、ね、うん、もう変わり映えしない普通のメイクよ。うん、そうそうそう。え？
何？日曜日は何？雨から何？朝から雨だと向かわない。何を向かないの？どこにどこに？向かわないってどこに向かうの？ねえ、私どこに向かない日曜日なんて。マグカル、マグカルね。あ、日曜日、あ、雨降ると中止になるからね。雨降るのかな。あ、そうだ、私日曜日横浜だったわ。雨降るんじゃない、日曜日ね。そうさ、雨降れ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 ね。いやいやいや、雨よくないわねこれね、本当。楽しみにしてる人もいるからね、本当。何ええよな、あんた。ちゃちゃ、疲れてるのよ。わかる？ねえ、わかる？この咳もしてるし、もう疲れてるのよ、私はもう、皆さん。そう、疲れてるのよ。ねえ。休みになった、休みになったで嬉しいじゃない、ほんと。でしょ？ちょっと体をいたわってよ、私の体をちょっと。ね、あ、ひーちゃんもね。疲れてるのよねって、これ雨になった方がひーちゃんの体少しはゆっくりと休めてるのかなとか、そういう風なちょっとことさ考えといたよ、ほんと。もう疲れたわよ、ほんと。毎日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 、ほんとね、ほんとよ。毎日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 、ほんとね。そうでしょ、ほんと。って言ってさ、つってね、ほんと。わかる？歌ってる姿見たら、あ、心が痛いっていうふうに絶対思うはずよ、みんな絶対。握手活ありがとうございます。そんなことよりもゆっくり休憩した後に、あっていうふうに笑顔を振りまいてる私の方が絶対いいって、そんな、って言ってね、えしんどそうにね、疲れてる姿を見てでしょ。あ、匿名さんありがとう。プロじゃないわよ、ほんと。セミプロよ。ね、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今からお化粧ねしていきますんで、皆さんね、よろしいですか。お休みぐらい何日欲しいと思うって。お休み1週間に1回お休み欲しいけどね、1週間に1回お休みできないもんね、正直言ってね。そんな、そう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 、なんか休みをいただきました、じゃあ何をしますかって言ってさ、その何をするかもちょっとね、わからないね、もらってもね、急にね、もらってもね。入んない、目に入らないわ。目に入んない、これ。多分疲れてるわ、今日疲れてると眼鏡入んないね、これ。入ったね、ね、入ったね。そう、カラコンそんな風になってるの。これあれなのよ、ラベールってやつよ、ラベール、あの倖田來未のやつね。痛くない、大丈夫です。10日にお休みいただきますって。なんかそれもね、守ってないわね、全くね、守れてないわね、本当ね。確かにね、確かにそうだわ。ね、アメガホンありがとうございます、ありがとうございます。あ、匿名さん、ゾウありがとうございます。あ、匿名さん、あのたこ焼きありがとうございます、ありがとう。ちゃんと入ってる？あ、いった、目が痛い。なんか目が変じゃない？そんなことない、目がなんか変な。あ、痛い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 。もうほんとやだ、もうカラコン、ほんとねえ、もうカラコンやだ、もうほんと入れんの。あ、裏返しかな、これ変な感覚すんのって。なんで小町くんから来んの？何、小町くんからって、嵐？何この小町、小町って、何これ、どうしたの小町くん、どうしたの？無料投げてきてって言ってたの小町くんが。
なんて嬉しいのかしら。ん？涙が出ちゃう。あれ、小町くんってイベント中だったっけ？あ、匿名さんに行こう、ありがとうございます。ひーちゃんも頑張って。ねえ、ほんと。何を頑張ればいいのよ、ほんと。そうそうと。ねえ。もうこれ以上何を頑張ればいいのって感じよ、ほんと。ねえ。そう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 。ねえ。何を頑張りゃいいの？ほんと。ん？あ、海ちゃんありがとうございます。ねえ、逆に頑張りすぎても早く休憩した方がいいよっていう風に言われたことあるわ。海ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。なんか目がね、ゴロゴロするわね。あ、匿名さんありがとう。なんだろう、ゴロゴロする。なんかおかしいわね。カラコン今日やめた方がいいかな。なんかゴロゴロする。なんだろうこのゴロゴロするの。ありがとう、バッタありがとうございます。これ目薬したらこれいけるかな。ちょっとこれ、あ、串カツありがとう。あ、なんかねゴロゴロする目が、皆さん今日はずっとゴロゴロするわ。これなんかあれかな、やっぱちょっと、うん、はい、ありがとうございます。ダブル GP ありがとう。目薬させば よくなるこれね。目疲れてんのかな今日は。いや合ってると思うんだよね、裏と思ってね。うんね、合ってると思うのよ。あ、小町くんからありがとう。目が痛い。ありがとうございます。なんだろう、皆さん、これ目何どうしちゃったの？私、なんか物もらいかな。え？いや、傷ついたのかな、目に。あ、そう。目に傷つくかな私。うん、あ、串カツありがとうございます。ありがとうございます。あ、小町からね、ありがとうございます。ありがとう、太陽の小町にありがとう。うん、ありがとうございます。取れちゃった。もういっか今日ね、今日いらないかな。うん、小町くんが何を待ってんの。何、小町くん待ってますって。何を待ってんの小町くん一体。何え、小町くん何を待ってるの一体。うん、何ちょっと、うん、何を待ってるの一体。あ、匿名さんありがとうございます。ありがとう、あら、ありがとうございます。あらららら、ありがとう、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。小町ってすごいわね、なんかほんと。うん、え、何、両方とも出てんの。ふわっちも出てるし、ツイキャスも。欲張りね、ほんとあの人ね。え、欲張りね、ほんと。どうすんの金箔とこれ両方とも。あ、何、金箔が何、23時から始めるから23時に1回やって、そこで負けたらまたこっちふわっち帰ってくる感じ。ちょっとすごいね、ほんと。あっちもやって、こっちもやって、そっちもやってみたいな。うん、ねえ、だってかぶるもんね。うん、かぶるよね両方とも。だって、うん、あ、ダブル GP ありがとうございます。ねえ、かぶっちゃうね。金箔は何、諦めるんだ。あっちは諦めるんだ。あら、ほんと。あ、いいの、あっち諦めて。あら、とうとう、何、ふわっちの何、人間に なろうと、なんかこう、染まってきた感じがな、もしかしてね。え？ね。ちょっと待って。喉がすっごいなんかね、詰まってる感じがする。え？喉がね、ほんと。そうそうそう、ほんと。え？怪獣だわ、怪獣。あ、串カツありがとうございます。ねえ、怪獣だ。
怪獣。そうそうそう。どうしても登りになりたいの。あ、登りに、あ、そう。だから何、みんなにあっちこっちに投げてきてっていうふうに今言ってるんだ。あ、そうで、自分の方にも何こう来るように、あの、投げてほしいって、あ、欲しいっていうふうに向こうに思ってるのね。うわー、ほんとあざとい男ね、ほんと。そうそう、あ、串カツありがとうございますね。なるほどね。まあでもそれ大事ね。うん、あ、でもね、あの、もし皆さん、あの、小町くんにね、もしね、投げれる方はぜひ投げていただいてね。うんね、あ、全然無料のアイテム全然ね、あの、投げれるんだったらぜひね、投げていただけたら嬉しいんですよね、ほんとね。うん、そりゃそうよ、皆さんね。そうそうそう。あ、メガホンありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、串カツありがとうございます。で、ここでね、エララをね、こう塗るとね、エララね、こうやって塗るとこうしっかりと伸ばしますね。こうやってね、こうやってね、こういう感じで投げてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小町と小前くん、何やかや似てるから名前間違える。だって、あの二人だったらだよね、一緒になんか音フェス出るよね。小町とね、小前くんで、そうそうそうね、ダブルダブルで出るんだって。歌歌うんだって二人。歌歌うのかな、司会かな、司会かなんかするのかな。うん、あ、串カツありがとうございます。似てるか、うんね、似てるかな。うん、家でダンスするの、公園で、うるさいな、ほんと。あ、ほんとよ、そうそうそう、ほんとつまんないコメント、ほんとね。え、ほんとよ、そうそうそう、ほんとクソつまんないコメントしてね。え、あ、串カツありがとうございます。八つ咲きにするわよ、ほんとね。え、ほんとに、ね、いいの今日は、え、今日はこれでいいの、うるさい、ほんと。ねえ、あ、小町くんに俺ありがとうございます。ありがとう。ん、りんちゃん何眠ってて起きない、ひーちゃん助けて、あなたも眠りなさい、一緒にね、おやすみなさい。うんね、そう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 、さ、準備しましょうね、ほんと。そうそうね、うん、さ、準備するよ皆さん、とりあえずね。うんね、ほんと、うん、どんどん消していきましょうね、病気を。ねえ、鬱陶しい病気はどんどん消していきますよ、うん、もう何、小町小町って何を言った、ちょっともうほんとうるさいわね、ほんとね。え、ちゃちゃちゃ、もうやめてくれない、もうほんと小町くんから分かったから、皆さん、もうほんとちゃちゃちゃ、ねえ、もう何なの一体、ちゃちゃちゃ、ほんとねえ、いつまでいるのよ、ほんと。いつまでいるの、ここに。そう、ほんと。うん、うん。いや、私はね、筆がね、ないの、ね、筆が。筆がなくてね、もう下地のやつ。ね、まあ、これでいいか、もう手でやるわ。ね、手でやるわ、こういうのね。こうして。これが下地。何人来んのよね、ほんと。こんないっぱい来ないね、普通はね。うん。こう顔にこう塗って、そう、筆がないんだよ、筆が。あ、串カツありがとうございます。こうね、こう、こう、うん、よし。あ、バッタありがとうございます。あのね、皆さん、1位が手、あの、2位の人手強いわ、皆さん、結構ね。あのね、2位は結構手強いですよ、皆さん。バッタありがとうございます。ね。そう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 。2位はね、結構手強い。そうそう、おっぱいとミニスカートの子。すごいです、皆さん、彼女は。
や彼女はちょっとの短時間でものすごいです。あのそのなんていうのねえあのポイントが本当うん、そう短時間で結構数をね集めます。うん、そうそうそう。なので彼女は多分ね今日はまあ多分もうすぐしたらやんのかな。まだやってないでしょ。うんね、そうそう、まだしないと思う。うん、あバッタありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。あ匿名さん2個ありがとうございます。あ、 ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ん？あ、バットもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ここもね、こう塗ってあげる。こうやって。あ、くしかつありがとうございます。ね。いい？こうやって。ん？こうやってね。うん、あ、こんばんは。うん、ラスイベント頑張ってくださいって。そんなことよりも、お構い前の枠に戻りなさい。ほんとそうね、うちはいいからほんとね、お戻りなさい。うん、あバッタありがとうございますね。うちはいいのほんと、そうそうね、うちはいいのそんなの。うんね、そうそうそう、ありがとうございます。でもねほんと、そうそうそう、そうそうね、え、私はいいの、ね、うん、うん、あバッタありがとうございます。よっさんから次何、よっさんからなの、何なの今日一体、あっちからこっちからって本当ね、えいつからこんな慣れ合ってんの本当、ふわっちって気持ち悪いね。えちゃちゃちゃ、ふわっちいつからこんな慣れ合ってんのみんな本当。そうそうそうねえ、電波が悪い今この放送が、電波が悪い今、電波悪くないね本当。電波悪いかい、うん、電波悪くないね本当。うん、そうそう、問題ないよ。私なんで電波ね悪くないかって教えてあげようか。あせっきちゃんありがとうございます。あちこの OBS って言って配信ソフト使ってんのよ。電波悪くなるとまあそのランプがあってね、今緑は安定してるんだけど赤くなるのよ。赤くなるとくるくるするんだけど全然大丈夫。もうあのもうすっごいねいい感じ、今配信環境は OK、うん、だからまあちょっと電波が悪いっていう人はまあ自分のね Wi-Fi 環境をねちょっと見てほしいなみたいな。私 ADSL 化したみたいな、わかる？うんね、ちょっと、うん、古い回線とか使ってる人がもしいたら多分それかもしれませんね本当。うんね、自分の配信、自分のその Wi-Fi 環境が悪いのかもしれませんね本当。私は一切悪くありません、うん、ね。あこんばんは、ありがとうございます。うん、そうそうそう、ありがとうございます。串カツありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。あそうナイスもね、ナイスも皆さん押してね、ナイスもね、ナイスもお願いします。ちょっとあら困っちゃった皆さん、あれあら困っちゃった、ファンデーションがない、どうしよう、ファンデーションがない、なんかいい方法ない、ちょっと皆さん、ファンデーションがないのよ、盗んだ誰か、誰かこれ盗んだでしょ私のその言ったらファンデーションを、ちょねえ盗んだでしょファンデーション、うん、誰よ盗んだの私のファンデーション。あこんばんは、あった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 、あった、うん、ありました、こんばんは。なんかさ、私ニュース見たんだけど、今日ね、ニュース、あれすごくなかった、国会議事堂の方で事件あったの知ってる？なんか、皆さん、あれ、見た人いるのかな、あれ。うん、ね、あれ。うん？事故。うん？あ、知らないの？国会議事堂事故あったの知らないの？うん？
あれ誰だった、なんかタクシーじゃなくて本当嫌もう風邪で、うん、なんかね、あれ何だったっけ、どっかの何こう、え、財務省の何、外務省の運転手だっけ、外務省の運転手があの人を跳ねたのよ。そうそうそう、人を跳ねて引き逃げして逃げたの。そうそうそう、引き逃げしてね、うん、で引き逃げして、で、まあその走ってたら前の車がいてね、で前の車を追い越そうとして、まあ、急カーブしたんだって。そしたら転倒したのよ車が、うん、ね、転倒して、そうそうそう、で転倒したんだけど車の中でね。でもあの警察とか来るじゃん、通報されて、だから来るから車の中にずっと閉じこもってたんだけど、うん、ね、車開けられて車の中からこうね、こうまあ言ったらさ、引きずり下ろされちゃうでしょ、うん、で助けて助けてっていう風に叫んでんのよ本人は、うん、助けて助けてみたいな、うん、そうそうそう、うん、ね、うん、ですっごい怒ってんの、もう本人はうわーみたいな怒って、うん、もう言ったら警察とかもうみんなにもうね言ったら抑え込まれてね状態で、そうそうそう、パニックになって本人もうわーっていう怒ってて、もうすごかったよね本当最初、うん、あの人、そうそうそう、でしょ、うん、いやすごいわ本当皆さん、うん、すまき、何すまきって、すまた、うん、ね、うん、何です、何す、すまきって、うん、あ、串カツありがとうございます、ありがとうございます。私は結構ねすまたセックスするのよ、うん、ね、なんでかって、太ももが結構ねもちもちしてるから気持ちいいって結構ね言われるのよ、うん、ね、そうそうそう、あー、すまきって、はい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 、暴れるからね本人が暴れるから、はいはい、いるね、なんかあー、はいはい、わかるわかる、シートにだからこうぐるぐるもう、ま、巻いちゃってでしょ、あ、はいはい、もういい、あのあれでしょ、ね、巻いてね上からはい、ぐるぐる巻きに巻いちゃってね、うん、はい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 、スマタってうるさいね、もうババアはほんと、何やってほしいんかい、スマタセックスを、ほんとなんだいほんと、スマタスマタって、そう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 、やりたいんかい、スマタを、ほんとあなた、スマタ、またにチンチン突っ込むなよほんと、そのままよほんと、そうそうそう、ちゃちゃちゃ、お股にねほんとチンチン突っ込むの、うん、あ、バッタありがとうございますローションね、中にね仕込んで、わかる、ローションを中に仕込むの、そうそうそうね、これ顔ちゃんと皆さん隠れてるかな、これちゃんとねしっかりとね、これこれ大事よ顔のやつ、ひーちゃんに言わせようとするあたりが欲求不満、ちゃちゃ違うわ、言わせて興奮してんのよ、わかる、いるじゃんそういう人、うん、恥ずかしいこと言わせてね興奮してるのよそうやってねでしょ、うん、そうそう、性癖で、だって昨日のね、いやこれ話変わるんだけど、2位のね女の子ね、おっぱいすっごいでかいのよ、でボインボインしてるわけで、ミニスカート履いてんのよ、で顔だ、顔映してない、 こっかな、このここ、こっかな、こっかな、多分下映ってんのよ、イエーイみたいな、でボイン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 ってやってんだけど、あれ絶対男たち絶対あれキャプチャーしてるもんね、絶対そう、もうキャプチャーしてるはず、絶対そう、いやキャプチャーすると思う、うん、やってるわよ絶対キャプチャー、うん、そうそうそう、だってアキコママでも、アキコママでさえも
この男性いいでしょっていう風なね、もっこりの股間してる部分があんのよ。だのほら、例えばその男性配信者がさ喋っててよいしょって立ち上がる時に股間が見えるでしょ。あの部分をねキャプチャーしてて、ほら見てとかっていう風にママがねそうやって私見せてくるのよ、この間の温泉旅行の時に。だ絶対だから男の人は絶対してるってね、絶対キャプチャーしてると思うよ普通に。ね、アキコがしてるんだから絶対してるはず。ね、やってるはずよ。ね、そうそうそう。あ、バットありがとうございます。そうよ、してるしてる。ね、そう、皆さんお願いします。無料ね、お願いします。性癖たかわいそう。何がかわいそうよ、ほんと。ねえ、そうそう、かわいそうっていう風に言ってる自分が好きなんでしょ、ほんと。でまたそういう風にかわいそうっていう風に言ったらコメント拾ってもらえると思って、そうでしょ、悪目立ちしてるコメントしてるんでしょ、ほんとめんどくさいおかまね、ほんと。あ、おかまじゃない、ババかなんかわかんないけど、ほんと。はあ、あ、バットありがとうございます。顔大丈夫、顔きれい、もっと白くする、これ。どう、皆さんどうかしら、どういい感じ、皆さん。あきこママ女の子だから繊細なのよと、後で消してあげるね、あなた。ね、ほんと。ね、気持ち悪いから、ね、ほんと。ね、そうそう、また犠牲者が増えるわよ、ほんとね。どんどん今日消していくわよ、ほんと。ね、どんどん今日消していくわよ、ほんと。ね、あ、バットありがとうございます。白い、いいんだ白くて、ほんとね。ここもね、ここもちゃんとキラ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 す、ここ全部塗るかね、わかる、キラ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 みたいなね、わかる、ここね、キラ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 みたいなね、そう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 、ね、ここもね、キラ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 ーみたいな。そうそうそう。ね、ほら。ねえ。どう、皆さん。どう？今日。いいでしょ、これ。キラキラして、どう？ねえ、全部塗る？こう、顔。ここも全部塗っちゃおうかな。どう、ここもね、全部、ここも全部塗って、わかる、全部塗る、どう、ね、わ、ピカピカでいいじゃん、これいいじゃん、ピカピカで。ねえ、閲覧が、もううるさい、もうほんと、はいはいはい、もうね、はいはい、ね、よかったですね、ほんとね、さよなら。ね、ほんと、楽しく行きたい、楽しく。ほんと。楽しく、楽しく。ね、もうほんと、うるさい、もうほんと。もう静かにやらして、もうほんと。ここもね、塗ってあげる。ね。そんなすぐブロック、あなたもブロックよ、じゃあ。ほんと。消えなさい、あなたも。ほんと。ね。今日すごいよ。ね、そうそうそう、ね、わかる？ブロックパーティーよ、ブロックパーティー。ブロックパーティー今日は、そうね、うるさいからでしょ、タヌキがそうやって、おとなしくしてない、誰が悪いの、タヌキが悪いんでしょ、ほんとね。しゃあないわね、ほんと、解いてあげるわよ、もう。ね、解いてあげる。ね、また消してあげるから、ほんと。そうそうそう。ね、そうよ。あ、ありがとうございます。ひーちゃん、何が怖いのよ、あんた。何が怖いのよ。あんたも消えたいの、ほんと。一緒になって。本当、タヌキの味方して、本当、反逆罪よ、本当。
あ、バットありがとうございます。ありがとうございます。本当よ。あのね、邪魔なのよ本当、鬱陶しいのはわかる。今イベント最終日なの本当。みんなで力をね、ここは合わせないといけないのに、わかる本当。あの人がかわいそう、わかる。あのひーちゃん怖いだのなんだのね、本当いらないのよそんなの。もうめんどくさいから、わかる。もう本当邪魔しないで、もう本当。そうそう本当。うん、バットありがとうございます。そうよ本当。そうそうそう、何が怖いのよ本当。本当全然怖くないわ。ねえ、優しいわ私は。あ、串カツありがとうございます。ありがとうございます。そうだろ本当。あ、バットありがとうございます。ありがとうございます。そうだよ。あ、ダブル GP ありがとうございます。ありがとうございます。ここもね塗ってあげて、もうほんとね、ガッチガチにチークを塗ってあげてね。優しいんだから私は。あ、バットありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。綺麗ね、綺麗ね、これね皆さん、これはいいんじゃないねえ、いや本当どう皆さん、これ綺麗でしょ、光沢が。パニちゃんメイクして綺麗、はい、消します、ブロックね、はいブロック、はいブロック、いらないそういうのね、本当わかった、本当またブロックよ。あ、ふわふわハートありがとうございます、ありがとうございますね、はいブロック、ね、そうそうそう、そうでしょ、だって邪魔なんだもんだって、ねえ、本当懲りないわね、本当やめろっていう風に言った矢先にこれ、これだもの本当、ねえ、やめてちょうだいって言ったにもかかわらず、またねやってんだからもうしゃあない、また解いてあげましょう、ねえ、解いてあげよう、かわいそうだわ本当、そうそう、かわいそう、ねえ。そうそうそう。ねえ、かわいそうだわ。ねえ、かわいそう。ねえ、ちょっと厳しかったかしら、私も。ねえ。そう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 。で、眉毛もこう、ね、ちょっとこう塗ってあげる。ねえ、ちょっと。こうね、解いてあげる、ねえ、濃いめにね、濃いめにしますよ、ねえ、濃いめに、そうそう、暖色、こうね、こう、わかる、こう、濃いめに、こう、濃いめにね、こう、カッ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 と、わかる、もう、わかる、遠くから見てもちゃんとしっかりと、わかるように書いてあげる、ほら、見て、ねえ、このぐらいやっぱり変えた方がいいよね、やっぱり、ねえ、そうそう、このぐらいやっぱ濃い方がいいでしょ、やっぱり、どう、ほら皆さん、ほらすごいでしょ、くっきりとね、こちらどうでしょうね、あ、串カツありがとうございますありがとうございます、いいですよ、こちらもこうね、こうちょっとこう鳴らしてあげる、あー、シャドウどうしよう、シャドウね、アイシャドウどうしようかな、ね、こちらね、今日ね、ちょっと今日はちょっと濃いめにね、
濃いめにしてあげると。うん、ね。そうそう。そうね、もう終わっちゃうもんね、ほんとね。今月。もう終わるよ、皆さんも今月ね。ほんと。うん、なんか今日見た？あともう一個ニュース見たの、私。わ、すごい、すごいなと思って。ニュース見て。こんなことすんの？みたいな、警察官が。私ね。警察官が事件起こしたでしょ。皆さん、うん、なんか匿名かなんかかな、匿名かなんかの誹謗中傷かなんかで、あ、匿名だったっけ、確か。あれ茨城県警のやつ見た？なんかほら、見た目が化け物とかクソババアとかっていう風にさ、書いてた人が警察官の幹部だったみたいな。でなんか教授かなんかのほら、茨城のなんかどっかの大学の教授に対して誹謗中傷かなんかやってて、でなんか侮辱罪かなんかでなんか書類送検かなんかされたでしょ。ただ相手の名前とかその個人名っていうのは伏せたのよ、茨城県警。なんかね、そこは幹部だからかなんか分かんないけど、隠してんのよ、個人名とかも全部。でもそういうの全部さ、出せばいいじゃん、もう。侮辱なんだから、もう本当。刑事事件でしょ、だって。だそこを隠蔽してるっていう風になって、今ね、ちょっと問題になってるのよ。そう、幹部だからっていう風な、なんか理由かなんか分かんないけど、多分それで、なってるのよ。そう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 。うん。ね。でしょ、確かね。隠してんのよ。なんかもう一個じゃ、もう一個なかったっけ、鹿児島のやつ。あれもなんか隠蔽じゃなかった？なんか知ってる？なんか。ん？なんか もみ消したでしょ。なんか神奈川県警のやつも知ってる？握手活ありがとうございます。なんかね、内部告発かなんかあったんだけど、鹿児島県警のね、やつで。そう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 。ね。あ、知らない？皆さん。それもなんかあったよね。うん。内部告発かなんかあったけど、うん。なんかね、その神奈川県警のトップが、何かをなんかね、隠蔽したとかっていう風になんかね、それをなんか内部告発があったんだけど、本人は全然そのことしてないっていう風に言ってたもんね。会見かなんかで。そういうことしてないって言うんだけど、うん、でも内部からなんかそういう風に出てるってことは、ねえ、まあでしょう、皆さんねえ、うん、そうでしょう、だって、うん、ねえ、煙が立つってそういうことでしょう、うん、何、交通事故で何、高級時計が壊れたって嘘ついたの、うん、ねえ、本当よく言うじゃん、ことわざでね、煙立たないところはないだけな、ねえ、なんかあるじゃん、そういうのね、ことわざあるでしょ、なんかそれよ、それ、わかる？あ、こんばんは。そう、火のないところには煙立たない、そう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 、それをね、 みんなに言わしたかったの。そうそう、私その ことわざ知ってるんだけど、みんなにぜひね覚えてほしいと思って今ちょっと問題出しました、うん、ね、そうそうそう、さすがね、みんな、うん、よくできた人間たちだわ、ほんと皆さん、さすがよ、うん、さすがね、ほんと、さすがよ、そう、これは全部クイズだったのよ、クイズ、そう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 。でもさ、その茨城県警もそうだけど、そんなね、クソババアとかそういう風に見た目が化け物とかそういう誹謗中傷さ、するってさ、そういうの警察取り締まるものじゃないの。そういうものっていうのはね、そんなことを警察官がやってるなんてちょっと驚きよね、ほんと。ねえ、取り締まるはずの人がそういう風なことしてるなんてびっくり、ほんと。ねえ、ほんと、そういうことするんだもん。ねえ、驚きだわ、ほんと。うん？そう、しかもなんかこう、ね、名前を伏せるっていう。あ、串カツありがとうございます。ありがとうございます。
バットありがとうございます。でもなんか結構あるもんね、警察もね、どこどこ県警はダメだとかいう話あるもんね。私のところの近くでは神奈川県警はダメだって言われてるのよ。そうそうそう、開示請求とかわかんないけど、なんかバレたらしいよね。うん、開示請求じゃないの。うん、神奈川県警ダメよね。うん、いやほんと神奈川県警ダメ、ほんと。うんね、有名よ神奈川県警、もう何もできないって。うんね、いやいやほんと有名よ有名。うんね、おめえおめえよおめえ。うん、そう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 、ダメ、ほんとダメ。神奈川県警はもう有名よ有名。そう、しかも神奈川県警裏で、あの警察官同士で裏でそういう交番でね、セックスしてるから。セックス、大体神奈川県警で大体そういう風な、わかる？業務中に裏で男と女が交番で会ってね、そこの仮眠室かなんか、わかる、そこら辺でエッチしてんだよ。ほんとほんと、調べてごらん、大体神奈川県警だよそれ。全部神奈川県警だっけそれ。うんね、事件があったところって大体全部神奈川県警。うんね、ダブルフリーもそうだったっけ、あとなんか 3P もそうだよね、神奈川県警で確か 3P 確か男2人に女1人にどっかなんかそういう風な宿直室、え、宿直室かなんかどっかで 3P 交番の中あるじゃん、そういうところでなんかあってやってたみたいな。それほんと、うん、とんでもないですよほんと。え、そうだよなんかやっぱ興奮するんじゃない、やっぱそういう風に取り締まってるような仕事してるとさ、やっぱちょっとそういう風に興奮するんじゃないかしら。そうそう、背徳感みたいな、そう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 、悪いっていうのを知っていながらもバレるかバレないかっていう風な、そういうところに興奮するみたいなさ、じゃないの、もしかして。うんね、うん、じゃないのかしら。あ、バットありがとうございます。何をえって何をえって、そうそうそう、何をえよ。うん、いいじゃない別に。うん、あ、ありがとう、バットありがとうございます。バットありがとう、ありがとうございます。うん、国の治安守る仕事な、何やってんだって話。でもなんかいやらしいわね、ほんと制服でセックスするなんて。警察官ってやっぱり、やっぱそうよね。うん、結局お堅い仕事してる人に限ってそういう風に変態プレイしたがるのよね、ほんと。そうなのよ皆さん、そう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 、なんか、うん、抑え込まれてる人ほど結構変態、うん、じゃない、結構、うん、変なこと要求してくる。うん、そうね、普通のちょっとこう悪そうな人ほど意外に淡白なんだよね、セックスが。うん、あんまりなんかそういう風になんかね、普通の淡白なつまんないようなセックスするんだけど、本当になんかね、ああいうこうお堅い仕事してる医者とか、なんかそういういるじゃない、弁護士とか、なんかちょっとこう警察官とかやる人って結構ね、本当に変態よ。うん、ねえ、わかるでしょ、経験ある方で。本当、ね、だいたいそうよ。うんそうそうね、ちょっと言ってやなさいよ皆さん。うん、そうでしょ、うん、違うの。うん、そう、私のね、前付き合った彼氏も医者だったんだけど、すっごい変態。うん、前儀なしでチンチンぶち込んできて、それが興奮するみたい、痛いとかっていう風に言ってる姿を見て相手は興奮するのよ。変態でしょ。ちゃあちゃあ、もう前儀もなくいきなりぶち込んでくるのよ彼。ほんと、そうそうそう、うん、そうなのよ。うん、注射をぶち込んでくるわけよ、注射え、痛い、嫌だって。まあ、でもね、彼のチンチンちっちゃかったからそんなに入っちゃったちっちゃかった、おちんちんね。うん、彼のちんちんはすごくね、早かった。うん、そう、ちっちゃい、うん、あらって感じ。うん、うん、あらまって感じ。うん、あらよって大丈夫って感じ。
そんな感じ。うん、ちょっと、そうそう。あ、バットありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。そうそう、でかいのも痛いからね、ほんとね、程よいサイズの方がいいよね、やっぱね。ほんと、だからでっかいの自慢してくる男いるけどさ、ほんとね、ほんと、なんか自分でかいんだよとかって言うけどさ、だから何なのよって感じよね、ほんとね、でかいからって。うん、そうそう、大きければいいってもんじゃないからね、結局。あ、小前くんでかいってこと？うん、でかいでかいとかっていう風に自慢してね、ほんとね、ほんと、ああいう、あ、でかいでかいっていうやつほど脳みそすっからかんよね、ほんとね、思わない？皆さん、うん、全部なんかあれなのよ、脳から全部チンチンにそれ栄養いったわね、それ全部ね、絶対。どう？どうかしら、うん、ね、頭から多分チンチン、多分その栄養いったと思うわ、きっと。うん、ね、そうそう。あ、匿名さんありがとう。で、バカじゃない、だって、そんなあなた、ね、あそこでかいでかいとかっていう風にさ、言ってるやつなんて。ありがとうございます。ありがとうございます。気持ち悪いと思うよ、私は。でかいでかいっていう風に自慢してる男ってね。まあ、気持ち悪いと思うよ、皆さん、ほんと。ねえ。じゃないよ、ほんと。それでなんかさ、ねえ。女のなんかそういう風な心をつかめれると思ってんのかしらと思って、うん、ねえ、つかめれるわけないじゃないね、そんなんで、本当でしょ、だって、うん、そうじゃありません。うん、元夫に何、新婚の頃肛門入れてもいいって聞かれたから嫌だと言うたわって。あ、そう、ゆきちゃん、うん、そうなのね、ほんと、うん、ゆきちゃんならね、ポエムね、うん、ありがとう、うん、ね、ゆきのポエムね、ありがとう。うん、そうそうそう。あ、真珠が入ってる人いたわね、そういえばね。真珠。うん、いたいたいた。あれだよ、ツーくんよ、ツーくん。あ、こんばんは、この間あったの、入れ墨入ってるツーくんとかね。あの、肛門つく。それはね、干潮、干潮すれば大丈夫よ、干潮。うん、ね、干潮よ。干潮、まず、あの、干潮してからシャワー缶すれば大丈夫よ。干潮。うん。で、中のもの全部きれいに洗い流すの。そっからシャワー干潮して、あの、シャワー缶ってケツにね、シャワー入れて手でこうゴシゴシするのよ。洗い流してね、最後きれいにして。あ、こんばんは。真珠ってそういう専門の人にとかに入れてもらうのって。いや、そんなことないよ。みんなだって普通にこう、あの、刑務所とか行くと、あの、歯磨きのなんかあるじゃん、あの、ふさ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 してるやつところあるでしょ。あそこをくる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 こう丸めてさ、入れるんだよ、みんな。あそこにこう丸めて丸めてさ、ま、丸くして、チンチンの皮こうめくって入れるんだよ、あそこに。あの、あるじゃん、あそこに入れるんだよ。何って、何って、だって、そうよ、だって、うん、じゃないわよ、本当よ、うん、そうそうそう、って、うん、そうよ、うん、痛いって、やったことないじゃん。チンチンついてないでしょ、あなたたち、ほんと。いちゃいちゃいちゃね。チンチンついてないじゃないのよ、あなたたち、ほんと。痛そうって。そう、ほんと。ねえ。うん？美容整形入れる人いるんだ。あ、棒のところなのか。あ、棒のところ入れるのか。歯ブラシの棒。え？棒？うん。何棒って。棒。うん、あ、串カツありがとうございます。棒、うん、何棒って、うん、どうやって棒入れるのねえ。棒どうやって、痛いじゃないの、女、棒なんて入れたら、あんた、え、こうやって入れんの、こうやって、いや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 、ちょっと、丸っこい真珠みたいなものが入ってるの、だいたい。あ、メガホンありがとうございます。入ってるんだよ、それが。うん、棒のところを何、も、歯ブラシの持つところを何、丸める。そこ丸めれる、持つところを丸めるの、そうなの。あ、串カツありがとう。あ、そうなの。
あ、そう。知ってた？見せてもらえばよかったね。見ればよかったわね、ほんと。そう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 。アバッタ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、見てみたいの？あ、そう。何、泌尿器科かなんかどこかで働いてらっしゃるの？そういうこと？うん、私の友達、ナースの友達いるんだけど、あの泌尿器科いたのよ、友達。今もう市長さんかにのし上がったと思うんだけど、もうその子もすっごい、なんていうの、性格がもうとんがっててね、ほんと。昔はおとなしかったのよ。ただ看護師になってからもうすっごい、なんか性格がすっごい変わっちゃって、180度、ほんときつくなったのよ、ほんと。びっくりしちゃって、ほんと。ね、その看護師の子なんだけど、その子泌尿器科にいたのよ。で、あのね、そのね、あの、そのエピソードを聞いたことあるんだけど、一回ね、あのおちんちんをこうさ、めくるでしょ。で、その若い男の子がこう来て、おちんちんをめくってももうめくれないんですと。うんね。で、めくれないってなんだろうっていうふうに思ったんらしいのね。そしたらおちんちん見せるじゃないの。で、見せたらチンカスがちゃんと、チンカスをちゃんとしっかりと洗ってなくて、チンカスと皮がもう一色、なんかこう、なんていうの、密着しちゃって、一つの、なんていうの、もうだからこう可動域がもうないのよ、皆さん。だからこう、なんていうの、もうチンカスがたまりすぎて掃除してないからね。うん、だからもう皮と、だからもう、そうそうそう、くっついちゃったのよ。うん、そうそうそう、そういうのがあったみたいで、すっごい臭かったみたいな言ってたわよ、友達が。すごい臭いって言ってうわーって言って思ったんだって。異臭を放ったみたいな、やだみたいな。うん、ほら、臭いでしょ。だってあなた、チンカス嗅いだことあるの？ほんと。うん、チンカス臭いわよ、ほんと。何がおえよ、ほんと。皆さん、いやーね、おえって、ほんとね、え、何がおえよ、ほんと。そう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 、おえじゃないわよ、おえじゃん、ほんと。あ、串カツありがとうございます。何おえって、ほんと。バッタありがとうございます。そうね、おえって。あ、こんばんは、こんばんは。うん、で、なんかね、手術したらしいんだけど、どう手術したんだろう。無理やり、多分外すことは無理だから、どうしたんだろうね。無理やり外したのかな。でも無理やりビャリって言ったら痛いもんね、絶対ね。どうしたのかわからないけど、なんとか取れたらしいよ、ほんと。うん、いや、切ったチンポの皮を、いや、それは切れないでしょう。わかんない、どういう風に取ったのかは。ちょっと皮を切断しないでしょう。アジエちゃん、ありがとうございます。麻酔かなんかすんじゃない、チンチン。ね、麻酔かなんかすんじゃないの、きっと。ね、知らない、それ。ね、びっくりよね、ほんと、皆さん。切ったの、いや、知らない、ほんと。どうなんですかね、これで一体ね。私にちょっと聞かれてもちょっとわからないんだけど、上のクリニックね、ね、とっくりかなんか来てる、絵ね、ね、あれ見ていただいてね。あ、いいじゃない、今日綺麗ね、これね。どう、皆さん、いいわね、いい感じ。男性は大変？あ、男性ってことね。男性大変でしょ、ほんと。あ、串カツありがとうございますね。え、ほんと、そうだよ、ほんと。だってさ、石とか溜まったらさ、石はどこから出てくるかといったら、チンチンのその、なんかさ、尿の出るところから出てくるから、痛いんだから、そこから出てくるってね、皆さん。石、あ、串カツありがとうございます。そうよ。しかもさ、そう、尿路結石もそうだし、あと、その、例えばさ、もう、まだ金梅さんはまだ自分でおしっこ出せるじゃないの。
でもさ、あの金板さんよりももっと重くなってくるとさ、自分でもおしっこも出せないのよね、皆さん。あれ、うん、おしっこまだ金板さん自分でトイレ行けるじゃないの、観光編だけど自分でおしっこできるじゃん。トイレおしっこしたいなと思ったらもうおしっこすらもうね、排泄できなくて、あそこのチンチンの先っちょに管みたいなの ぶち込んで、あれ痛いらしいのよね。うん、あ、WGP ありがとうございます。あそこにぶち込んでさ、そうカテーテルみたいなやつ、あそこのなんかあるじゃん、チンチンのその尿、チンチンの先っちょのところ、あそこに管ブスってぶち込んでさ、カテーテルみたいなやつ、あれあれで刺してね、出したりとかして、もう大変。うん、そうそう、女性はまだ、だってあなたあれじゃないのよ、ほんと。そうそう、女性も同じ、あのぶち込むのって。でも男性も痛いと思うよあれ絶対。女も痛いんだ、うわー、かわいそうに、ほんとあれかわいそうにって、おーねえ、でしょ、うん、痛いでしょやっぱり、うん、ねえ、はいね、こんな感じでメイクね、ちょっと完成しました。ちょっと待って皆さんね、ちょっと待って待って待ってね、待って待って、ちょっとなんか目変じゃない、皆さん大丈夫、綺麗、うん、ね、私綺麗、うん、こうしてね、綺麗にできてる、皆さん大丈夫、うん、ね、大丈夫ね皆さん、うん、あ、いいわね、あ、いいね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、いいね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。さあ皆さんね、あとつけまつげをつけておしまいかな。なんでもなんか地味ね、そんなことない、なんか地味な感じがするわね、うん、いや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 、上手じゃないわよ、ほんとねえ、マンネリメイク、ちょっとねえ、これマンネリメイク、アイライナーはどうやったらスッと描けるのって、これは慣れですね。うん、まずペンシルからまず練習していくのよ。私もまずペンシルから練習してたから、でペンシルでまず なぞってって、上からまたもう一回なぞるとかすればあのできるよ、うまく。そう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 、うん、あ、串カツありがとうございます、ありがとう。まあ、まあ、言ったらまあ全部練習ですよ、練習ね、練習、そうそうそう、うん、ね、こうね、こうやって、うん、そうそう、派手にね、わかる、こうこうやって、うん、ちょっと線もね、ダブルラインもこうちょっと引いてあげて、皆さんね、こうダブルラインも、うん、そう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 、あ、アイシャドウね、アイシャドウももう慣れだよね、慣れ。あ、WGP ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ねえ、やっさん、ちょっとこう上からね、軽く変えてあげて、あ、これ変えてよかったな、失敗したね、まあいっかね、なんか失敗しちゃった、まあいっか、まあいいやなんか変じゃない、大丈夫、皆さん、なんかちょっとな、失敗しちゃったね。あ、 WGP ありがとうございます、なんか変じゃない、そんなことない、皆さん、こうコーヒー茶もっと、あー、なんか失敗しちゃった、皆さん大丈夫、皆さん大丈夫、そう、なんか失敗したわね、こんなことない、皆さん、あ、串カツありがとうございます、あ、わかったわかった、ここでちょっと皆さん変えましょう、ラメをこうつけましょうね、ラメをつけてごまかしましょう、そうそうね、ごまかして、うん、 OK、うん、任せて、ラメをすれば変わると思う、ラメで、ラメラメ、
ラメラメ。あーラメ知らない。よし、あーラメが、あーラメが、よし、何もないわね、ほんとうちは、ほんとねえ、あるように見てないんだから、うちは。よし、青しかない、青しか、青でいいか、あ、青しかありませんでした。よし、ね、青でこう塗っていくね、ここね、ここは。全然わかんないね、これ見て。わかんない。みんなわかるこれ。うわー、なんか失敗したわねー。うわー、なえるわー。ねえ、皆さんどうこれ。なえるわねー、ほんと。なんか失敗しちゃったよ。どうしよう。ねえ、なにこれ。いや、わかると思うけど、ね、皆さんこれ、いや、近くでわかるといいんだけど、おっと、これ何なの一体、ちょっと、うん、ちょっとこれダメね、ほんと、あ、うん、ちょっと、体調不良、体調不良、これこっちね、こっちもこう塗ってあげて、そう、大丈夫よ、皆さん。頑張るわ、私。負けてらんないわ。ね。負けてらんない。負けてらんない。うん、ね。大丈夫よ、うん。ね。負けてらんないわ。ね。あ、バッタありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。なんか変じゃない今日、今日メイク変で、なんか乗ってない感じがするわ。もう一回なんかやろうかしら。こんなことない？皆さん大丈夫？今日なんかちょっと違うわね、今日なんだか違うのよ。うん？なんか違うわね、ほんと。2まだやってない？あ、まだまだやらないわよ、まったく。うん？やってないわよ、ほんと。うん？いつも、いつもだって1時間とかしないもんね。2時間とかしないもん、放送。あんまりね、やらない、長く。そうそう、うん、ねえ、なんか違うよね。うん、ねえ、なんか違うわね、これ何一体。うん、うん、なんだろうこのババ臭いのは。ちょっと、うん、あ、どうこれ、皆さんいいんじゃない、どうかしら。うん、どうこちらでいいかしら。うん、ねえ、リップなにもう少し濃いめに。うん、あ、そうね、衣装かもね。うん、つけまつげをつけて、皆さんおしまいよ、今日はね。うん、さあ皆さん無料投げてね、有料もね、もう最後よ最後。皆さん、なんと私を1位になった暁には朝まで配信する権利が皆さんに与えられます。あ、バットありがとうございます。え、朝まで放送をやっちゃおうかしら。ほんと。なんと。え？私が1位になったら？ねえ。なんということでしょうか。よし。あ、バットありがとうございます。何が？いつも朝までじゃないと。私今日やんないよ、もう今日終わったら。あ、
ごくありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。だから今日だってもう終わろうと思ってるもん、このねショーが終わったら、うん、今日終わったらもうピタッて終わろうと思ったんだけど、でもねもし1位になったらそりゃあなた私もほらねえほりゃお祝いでねほら朝までやるわ。徳光さんあら50個ありがとう、まあありがとう、ありがとうございます、ありがとう、すごいグレートグレート、あらありがとう、いつもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、うわすごいすごい、あバットありがとうございます、ありがとう、あヨピーちゃんもありがとうございます、ありがとう、ね、こう塗って、やばいもう時間だ皆さん、時間だ、もう早くしないと皆さんもう間に合わないよこれ、ほんとねえやばいやばい、早くしないとこれねえ、あセキちゃんありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、やばいやばい皆さん時間がないわ、時間が、うん、そう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 、うん、配信時朝まで、いや昔朝までやってよ普通に、あめいちゃんありがとうございます、5個ありがとうございます、いや昔からでも深夜帯よ放送は大体、うんね深夜帯の配信よ、あめいちゃんありがとうございます、そうそうね夜型人間だから、あこむぎんちゃんありがとうございます、ありがとう、2個ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、夜型人間だからね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、バッタありがとうございます、あコムギンちゃんありがとうございます、朝までって何時って、まあ朝までそうだいたい5時とかだね、だいたい放送ね5時6時までとか配信やったりとかねしてたよ昔ね、うん、そう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 、あでもねだいたい昔は12時とか1時からとかやった放送だから本当に深夜だよね、うんね、そう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 、だいたいね、そっからなんか朝までとか、うんね、あの東京に、ね、来た時はね、あの普通にほら夜勤っていうかその夕方から夜までね仕事してって感じ、そうそう、あみくちちゃんありがとうございます、そう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 、あとくめさん2個ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、どう皆さん変綺麗変、なんか変ね、目が変じゃない、目の下のやつ大丈夫、綺麗、ほんと綺麗これ、うん、大丈夫皆さんこれ大丈夫、うん、ねえ、ねえなんか鱗みたい、なんか変、あせきちゃんありがとうございます、ありがとうございます、さあやりましょうか皆さんねえ、ひどんなダンスショーの始まりよ皆さん、よろしいですか、とうとう始まります皆さん、今からね、よいしょ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 ー、オッケーオッケー、よし行きますよ皆さん、ちょっとね、ちょっとゴミをやってですね、よしやって、何あ特命さん、あら3つありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、よいしょ、ちょっとあんまね練習してないけど、まあいいよね別にね皆さんね、よいしょね、練習っていうか、あのここね、あの六花亭なんだけど皆さん、六花亭ね、
六花亭パニちゃんにあげようと思った六花亭がねもう腐ってました。皆さんもう取りに来ないのが悪いんだよね本当。そうそう、うん、そうそう、うん、いや本当、うん、腐ってました本当も、もったいない六花亭ね本当。あげようと思ったやつを、匿名さんありがとう、2つありがとうございます。何地震なの？地震が起きた？これ何言った？地震？本当、匿名さんありがとうございます。何や、地震なの？地震、これ本当何言った？違うわよ、何これ、地震、ちょっと本当上からなんか追ってきたわよ皆さん、これ何よ、しかもお酒、うん、ねえ、そうそう、なにこれ、びっくりしたわ。なだれが上から降ってきたわよ皆さん、ちょっとなだれが、ちょっと部屋の掃除しないといけないね、もう終わったらね皆さんね、これ部屋の掃除しよう、よし、あ、バットありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、よいしょ、よいしょ、よいしょ、串カツありがとうございます、ありがとう、ありがとうございますね、私の嫌いな金曜日へようこそ、ね、ほんと金曜日嫌いね、ね、大変、皆さん大変よ、これ問題よ、問題発生、あ、Jちゃんありがとうございます、ありがとうございます、いつもありがとうございます、ありがとうございます。あのさ、皆さんあれがないわ、あれ消えた、嘘でしょ、困っちゃう、困っちゃう、これがないの、これが盗まれた誰かに、これねえ、これ誰か盗んだでしょ、私のお家から勝手に入ってって一個、ねえ、盗んだでしょ、もう一個ねえ、絶対盗んだよねこれ普通に、うん、なんで盗むの、勝手に人のものを、ねえ、盗まないでよ、ほら勝手に、隠れてないのよ、もう今日できなくなっちゃうじゃん、できた、あったやだ、ここにありました、もうほんとごめんなさい、ほんとここにありました、ほんとそう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 、僕に入っていました、ほんとそうそう、悪いわよ、ほんとね、悪いわよ、うん、そうそう、ほんと、よいしょ、探せば出てくるの、うちね、探せば、私ね今日部屋のさ中さ掃除してたらさ、傘がね5本ぐらいあったんだけど、皆さんどんだけよ、ほんとねえ、傘傘いっぱいあったわよ、ほんとうちにねえ、傘を買って買って買ってね、買ってみたいな、うん、そう、部屋の中にね5本あった、皆さんすごいでしょ、ねえ、そうそう、すごいでしょ、うん、ねえ、ほんとやっぱちょっと部屋の掃除で、ね、誰かにほんとお願い、これした方がいいわね、ほんとにもうこれダメね、ダメ、うん、ねえ、うん、ダメだと思うの、あ、串カツありがとうございます。またね、来てもらった方がいいね。うん、
ちょっと家政婦さんね、お願いしてさそうよ、うん、あ、バットありがとう。もうやだ、もう、もう、ほんと、もうやりたくない、ほんと、もうやだ、もう何これ、皆さん、もう助けて、ちょっとほんとこれ、これ何、バットありがとうございます、あ、匿名さん、あら、10個ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと後で見ますね。ちょっと待ってください、今ね。ほんと。ちょっと今大変で。すいません。ありがとうございます。わざわざ。ちょっと。あら、誰かしら。あ、ありがとうございます。あら、ありがとうございます。あら、ありがとう。あら、ありがとうございます。嬉しい。あ、バッタありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。そして、あ、バッタありがとう。こっちで。さあ、完成します。まもなく皆さん。うん、ね、まもなく。私今日さ、スイカやったでしょ？スイカのさ、ゴミをさ、持ってってさ、出そうとしたのよ。そしたらまたね、目の前のさ、わかる？うんこ頭のね、ババアがね、出てきてさ、ゴミのババアよ。あ、WGP ありがとう。そうそう、わかる？ガラガラって。もうわかる？なんか持ってった瞬間にもガラガラガラってもう開いたのよ、ほんと。で、こうやって。っていう風に見てくるわけよ。ねえ、ほんと。また。そうそう。で、私はもうピッて置いて、パパパパパパっていう風にさ、言ったんだけど、皆さん、ほんと、なんか、ゴミの音でわかるみたい。ガラガラガラって。ほんと。ゴミ持っていこうかなと思ったら、ガラガラガラよ。ほんと、わかる？もう向こうもね、ガラガラって感じ、もうなんか待ってましたみたいな。わかる？ほんと。なんかあんのかな？センサーみたいなものね。なんか、ほんと。なんかついてるのかな、センサーみたいなやつね、ほんと。ほんとに。すごいんだから、ほんと。うん、いや、ほんとに。ねえ。OK。怖いでしょ、皆さん。ねえ。怖いでしょ。たまたまでも何でもいいわよ、ほんと。ねえ。怖いものは怖いね。ちょっと待ってね、皆さん、今私後ろにね、Thank you.